ジュラシックのいちかばちか。始まりました、イエーイ。はい、ということでね、今回が最終回ということで、はい、4回やりましたけども、うん、いや楽しかったね。また復活するタイミングで、うん、一か八かやりましょう。はい、はいはい、ということでね、今回もお便りが来てます。はい、誰やろ。長崎市、うん、市販橋にお住まいの、うん、エビス元はるみ、エビス元はるみさんからです。あ、変わった名字ね。ジュラシック時代モテましたか、ワグハ話をお聞かせください。うん、モテましたか。誰がモテたけや。慎吾さんだ。いや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 、全然ね。ああ。バディ受けたよ。じゃあ、講師のから行こうかな。はい、うん、モテた。モテた。それは、ファンとかじゃなくて。俺はもう、全部トータルで。全部トータル。うん。まあ、それ、モテましたね。また冗談やもん。人生で一番真っ白になってきました。気絶したよ。噂で聞いた話によると、高志郎ってジュラシック時代よりも中学時代の方がモテたんでしょ。なんかでもモテましたね。伝説やったんだ。いやいや、すごかった。学校今夜行かんやったやろ。なんか運動会とか11の時はちょっと行けたいやいやねえし、行っとらんし。義務教育ぞ。いや、こうしろぼのぞきよったもん、影から。いや、おるもん、女の子が、うん、ちょっと見た、ここ、こんな、うん、なんか久しぶり学校行ったら、こうどよめいたんでしょ、学校が。わあみたいな。まあ、多分いろんな意味でしょうけど。で、久しぶりに学校行ったら、なんか体力測定かなんかなんかあったよ。幅跳びかなんか、ハードルかなんかで、ね、ハードルかなんかで、ね、運動会みたいな記録で、記録は出したよ。新記録、まあ、家で引きこもっとるやつが急に行って運動ばしたら一番でどういうことや。文字が記録ってやばかね。教えてる力とかね。いや、バリ格好がぞ。たまにふって言ってふわーって走っていったやん。いや、でも投資のモテてたよ、やっぱり。うん、うん、そういう印象あるね。じゃあ次、アンジーさん。いや、俺はそうでもない気がするっすね、なんか。いや、でもお前も一番でも。いや、いや、はい、来たよ、ピー、来たよ。うわあ、でも、そうね。でも、リアルにどうだろう。いや、でも本当に…なくない、ない…うん、本当に全然ないっす。でも、言ってもみんなモテる。ね、まあ、そう、ね、みんなそれなりにというか。確かに。なんでお前。なんで向こうに。いや、なんか。それ、ジュラシックの前だ。そう、はい。それ、ジュラシックの前なんで。ラックスやろ。そう、ラックス。もう何なんだ。もう俺はまあまあ普通っすね、バンドマンとして。まあね、エンジョイタイムで。いや、それもジュラシックの前やし、ダメ。ということで、アンジは使う、どこ使う、どこ使う。はい、じゃあシュウさん。いや、俺バンドで？バンドでじゃなくてってこと？まあ、ジュラシック時代モテましたか？ジュラシック時代で、まあもしくはまあ学生時代とかでもいいんじゃないですか？ああ、でも学生時代ほらさっき言ったこと、コウシロがめっちゃモテたもんね。ああね、聞くよね。俺もチーとは女の子寄ってきたけど、やっぱコウシロほどはなかったね。コウシロがやっぱりすごかった。なんか、だけどどっちかって言ったらほらなんか。ジュラシックでなんかおじさまキャラみたいな感じで俺言われよけど、うんうんうん、逆よね、本当は、まあ、本当は逆めっちゃ逆。どっちかしら当時はそうかもね。そうやろ、当時はそうかもね。いや、じゃあそういう意味じゃなくてこのちょっと間違ったキャッチいや、シューがこのキャラじゃなかったっていうのを言いたくて、多分ね、どっちかって言ったら俺の方が多分バイクのキャラ、そうそう、悪いっていうかね。そうで、ジュラシック入って1年後ぐらいにこうしろに聞いたら、俺がジュラシック入って本当は嫌やったろって言ったら、うん、嫌やった、嫌やった、ひ
年上とかでもね正直なやつやなって俺思った。高志郎正直かよ、ね、うん、正直正直そのまま言っちゃうよね、うん、じゃあ次慎吾さん、うん、あ全然モテんかったね、うん、え全然モテない、モテたかったマジで。そう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 、これやばかった、使えんこれまずいやったけで、これ俺の印象ね、慎吾と浩次郎とアンジュはモテてたイメージあるわ、うん、そうで、俺と柊わりかし似てるタイプ、タイプ的に、あの伝統的にはね、モテなかったイメージあるな、というか、なんか距離があった感じ、うん、そうそうそう、距離3人なんかモテてるイメージあったもん、いや、なんか2人はこうされるイメージで、多分な気持ち悪かばい、こうじろこ、俺がそう、なんか言葉で遮るんだけどわざわざ見はんない、もう無言やし、こうすごいね、いや、今週にこうすってんさ、なんやこのおっさんずらぶったもんこの入れ墨の入った男もう普通でしょっていや、慎吾はモテてたよね、あのね、いやいやいや、マジ全然よ全然全然モテてません、あと羨ましかったとか、ほらライブでやっぱりなんかほら、こうしろとか慎吾とかで一番慎吾って多かったよ、うんうん、あれは、いや、あれはね、ファンは例えば、ゆうきのファンとかシュに2番手さた、だ2番手に好いてくれる男が多かったさ、俺のことを、慎吾はなんかこうそれぞれのファンが好きみたいな、あだからね、なんかちょっとお兄ちゃんみたいな、だってゆうきのファンやったらゆうきしか見とらんとかさ、うん、けど他のやつ見らんとかが多かったけど、みんなのでもにその他のファン来てくれよったさ、なんか兄ちゃん的存在っていうか、ゆうきさんのファンってなんか苦手やったですね、あんま言わんほうがよかった、うん、なんで急に言ったの、なんか強いじゃないですか、いやでもなんかね、めちゃめちゃモテてたイメージあんだよね、そのもうジュラシックの前からもうプライベートでもだどこ行ってでも人気者みたいなちょっとイメージあったよね、うん、俺、うん、いやいや人気者いやいやまあそうだねちょうど俺たちの時代ってそのいわゆる2チャンネルっていうのが出てきたじゃない、うんうんうん、こう2チャンネルっていうものが出てきて、うん、そのネットでバンドのことを書き出すみたいな、うんうんうん、でちょっと不祥事を起こしたらファンが減るみたいな流れになったじゃん俺たちの時代が、でボーカルがそれになったらバンドって終わりだなっていう意識がその当時あって、うんうん、だから結論持てなかったなっていうイメージはあるけどね、だからジュラシックだからあんま遊んでない方やと思うよ、うん、バンドの中では、ね、でこの話をしたらいろんな人たちに怒られるね、バンド前やったら遊べやみたいな、いろんな現場に行っていろんな人の話を聞くと、うん、ジュラシックめちゃくちゃ真面目やんっていう印象、アンジー以外魅力ありますもんね、いやいやいや、もう戻って戻って、でもなんか俺たちって結構結局さ女にモテたいっていう入りじゃないじゃん、うん、人気者になりたいとかいうよりも、うん、音楽と本気で向き合って始めたバンドやったから、うん、本当こだわり強かったもんね、うん、もうドラムセットが入らんとリハーサルやらんみたいな感じだったよね、アンプも俺自分のじゃないと弾かんみたいな感じだった、ね、なんかすごかったよね、うん、でもなんか俺当時はねこうそういう衝突って嫌いだったの、やっぱりプロとしてね、こうプロフェッショナルとしていろんなビジネスをこう成立させるためにやっぱりこう妥協しなきゃいけない部分で出てくると思ってるあるじゃん、でも今この年になって思うのが、ここの個性がぶつかって、うん、そこから化学反応が起きて、うん、こう化学では解明できない音が生まれるんだなっていう、うん、今さ本当なんていうの、一人で作業するやんパソコンでさ、うん、なんかさいいクオリティの高いものは作れるけどさ、なんか匂いみたいなのがないんだ、うん、匂いみたいなものがやっぱバンドってあんだよね、うん、だからなんかバンドの楽しさってそこだなって、逆に言うとあの時衝突してたことがすごい良かったんだなって今は思うよね、うん、っていうことで今度のね10月の復活もね、こうみんなでこうバチバチ、うん、バチバチで衝突しあって、で衝突しすぎてあの10月もうライブやらーってならないよ、ね、解散もう解散
ってならんよね。正義の前に解散したいなと。投げたらごめんな。マルキューの前で。最後慎吾さん締めてください。そうですね。ですね。一生懸命、頑張りたいと、思っておりますので、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。次はいつ見れるかわからないみたいなところもあるんで、まあぜひともね、皆さんに来てほしいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、兄さんにします。わざわざ長崎から来てくれたんで魅力たっぷりの魅力たっぷりのなんか潤ってますけどどっか行かれるんですか今からですか今からでもないだから同じ信号やん、うん、リーダー信号譲ってあげるからいやいやいや支えきれんやろどうぞカモンカモンじゃあ10月19、20、21日、3日とも我々待ってますので、お待ちしてます。ピーピーピー